標識の設置に不備が見つかったのは、佐賀県内の17箇所の横断歩道です。横断歩道については、運転手から確認できる位置に標識を設置することが義務付けられています。しかし、これらの場所では進行方向によっては標識が設置されていませんでした。標識に不備があった場所での交通違反の取り締まり状況を調べたところ、記録が残るうち22人を横断歩行者妨害違反で検挙していたことが判明しました。佐賀県警は誤って検挙した22人に対して反則金の返還や違反点数の取り消しなどを行うことにしています。